お客様にお知らせいたします。都内外で行われます本日のマイベント60分1本勝負は特別ルールにより利用者リングアウトはございません。鶴田さん、いよいよ決戦の時が来ました。今の心境を一言。そうですね、もう必ず長州ぶっ倒してやります。長州に対する攻略法は。もう全力で行くじゃ仕方ないと思ってるんですけどね。もう長州征伐の、戦略は十分に整ったということですか。そうですね、もう思い切り行くよ仕方ないと思ってるし、もう必ず倒してやります。長州さん、いよいよ出陣の時です。うん、そうだね。気持ちを聞かせてください。もうただリングに向かってまっすぐ歩くだけ。ああ、そうだ。リング上で全て答えを出すという長州力さんでした。9500人のプロレスファンがなにわのシンボル大阪城国際文化ホールを埋め尽くしております。さあ、いよいよ頂上決戦、ジャンボ鶴田大長州力の雌雄を決する大阪城決戦が始まります。さあ、両選手の入場でありますが、まずはジャンボ鶴田からの入場でございます。両者ともに凄まじい怨念と、それから男の意地をかけました天下分け目の決戦だけに、心技体いずれも極限状態にまで両者仕上げています。まずはジャンボ鶴田からの入場です。控え室、両選手の横顔をご覧いただいております。さあ、まず鶴田の入場が始まります。いよいよ宿命の対決。ファンの目、あるいは評論家の下馬評によりますと 6-4 で長州有利と出ておりますけれども、勝負、特に格闘競技はやってみないと分かりません。さあ、鶴田、この頂上対決に全てを合わせてまいりました。絶対に負けない、勝つのは俺だ。鶴田時代を証明するために今夜は完全燃焼して燃え尽きたい。鶴田、果たして実力ナンバーワンを誇示できるかどうか。この戦いは日本マット界の潮流を変える戦いといっても過言ではありません。それだけに鶴田も長州もその勝敗の行方には命運がかかっています。さあ、ジャンボ鶴田、全日本プロレスのエースの座、いや日本プロレス界のリーダーの座をかけた大一番です。今度は長州力の入場だ。あくまで過激なプロレスで時代の寵児となった長州力、己の実力を固く信じていよいよ鶴田との戦いに向かいます。長州力の表情どうでしょうか。この対決は団体の威信もかかっています。さあ、長州力、男の情念と男のロマンを燃えたぎらせまして、今荒々しく、そして武々しく登場してまいりました。長州力の光る眼差しの向こうに広がる栄光の世界、いよいよ今夜その答えが出ます。今長州力登場。館内9500人、試合に先立ちまして、日本テレビ、読売テレビ並びに番組のスポンサーから両選手に豪華な花束が贈られました。これより両者の紹介です。全日本プロレスのエース、日本プロレス界の宝、インターナショナルヘビー級チャンピオン、ジャンボ鶴田、ジャパンプロレスの総帥だ、無冠の帝王長州力。勝負の方は発表通り60分の一本勝負、完全決着ルールで行われます。放送席、今週はジャイアント馬場さんの解説でございます。マラ弟子ジャンボ鶴田の大事な試合ですけれども、馬場さん、今夜は一つ公平な立場で解説をお願いしたいと思います。はい、はい、私のご覧の右側、ジャイアント馬場さんです。さあ、入念なボディチェック今終わりまして、握手をするか、握手をした、握手をした。さあ、鶴田対長州、もうどちらも後へ引けない、運命のゴングが鳴ります、運命のゴングが鳴ります。さあ、勝負が始まりました。大阪城ホール、異常な興奮、そして旋律が館内を走ります。60分の一本勝負、しかもルールは厳しい、両者リングアウトによる引き分けはなし、完全決着ルールです。
土場さん、思い切ったルールですね。まあね、お互いにね、負けまいとするとね、やっぱり外へ出た、はい、出ちゃうということがありますんでね、そういう意味でね、その途中でね、やっぱり試合放棄っていうか、自分の見栄えを悪くするのは嫌だよね、負けるのが嫌で外へ出て逃げちゃうというのだけはなくしようということでね、はい、このルールにしたんですけども。あ、そうですか。なお今夜のこの頂上対決、それぞれのコーナーに、アナウンサーを配置しております。長州力コーナーは若林アナウンサーの担当、ジャンボ鶴田コーナーは竹山アナウンサーの担当、リポートが入ることになっております。まだ勝負は始まったばかり。共に団体のエース、全身全霊を込めた入魂のファイトがおそらく見られるでしょう。まあ馬場さん、壮絶な戦いになると思いますけれども、どうでしょうか、勝負の山、ポイントはどこにあるんですかね。もうこれはね、お互い意地ですよね、意地、もう技とかそんなもんじゃないと思うんですよね、はい、まさに男対男の大勝負を迎えております。両選手の立ち上がりでありますが、まずは静かな立ち上がり、ガブリ四つというような感じがいたします。まさに横綱同士の対決、ジャンボ鶴田対長州力。さあ大阪城ホール、割れんばかりの声援でありますが、長州力コールの方が圧倒的です。馬場さん、放送席の方は冷静になりたいと思いますけれども、今日9500人のお客様の意見、それから新聞市場の下馬評なんかでも、長州力が 6-4 で有利なんですよね。ああ、そうでしょうね、その点についてどう思います。やっぱ普段のファイトを見てましてね、はい、長州のファイトはもう顔に出しますしね、ジャンボのファイトは顔に出ませんからね、はい、さあジャンボ鶴田が長州力の左の腕を取りました。自信満々の表情、ジャンボ鶴田、ちょっと青ざめた表情が長州力であります。何しろ1対1の対決は初めてだけに、過去の対戦データというのはもちろんありません。まあ、従いまして記録から馬場さん、どうでしょうね、比較しますと過去のタッグマッチですとか、あるいは6人タッグマッチの内容なんですけれども、これはちょっと参考になりませんね。なりませんね、あくまでも今夜今戦っている男対男、ジャンボ鶴田対長州力のこの勝負でございます。倉持さん、はい、その超満員のお客様ですけども、当日券求めて朝7時からレジができました。朝7時からですか。奈良、三重をはじめ九州から来た人もいました。で、事実上ナンバーワン、いや世界最強を決める戦いだと、こういう意見の人もいます。わかります、はい、若林アナウンサーのレポートが入りました。山さん、今の馬場さん、今のレポートにありましたように、まさにこの日本のレスラーで一番強い男を決める試合というふうにファンの方見ているようですね。そうですね、まあ、ここで勝負がついたらやっぱりお客さんもそう思うでしょう。そうでしょうね、もう2人とも今最高潮ですからね、乗りに乗ってますね。男のメンツをかけた勝負であります。さあリングの中央に立ちました、赤いマット、それからブルーのマット、その一番真ん中で試合を進めています。いい勝負になりました、ジャンボ鶴田対長州力。まあ過去の力量を馬場さん、ちょっとデータ的に調べるとすると、やはりこの放送でもご案内の通り、両者ともに世界チャンピオンを相手にしてこの対決に臨みました。その内容から見ますと、馬場さんはですね、長州対 AWA 世界ヘビー級チャンピオンリック・マーテル戦は長州95点という点をつけました。鶴田対 NWA 世界ヘビー級チャンピオンリック・フレア戦は鶴田は85点、まあもちろん相手の差もありますけれども、この点馬場さん、どうなんですか。それは試合の内容の意味ですからね、はいはい、本人たちの実力を言ったわけじゃないですからね。ああそうですか、なるほど。さあ勝負の方ですけれども、腕を取りに行きましたのがジャンボ鶴田、非常に冷静沈着な試合の流れを作りますジャンボ鶴田。長州力がちょっと打たれました、ヘッドシザースぐいぐいと締め付けます、落ち着いておりますジャンボ鶴田。馬場さん、まだ勝負は始まったばかりですけれども、勝負の方は長期戦になるか短期決戦になるか、ズバリどうですかね。そうですね、まあ、短期戦になりそうに思うんですけどもね。そうですか。ということは過去のデータから言っても短期決戦というと長州有利じゃないですかね。いや、やっぱりね、何とも言えないですよ。何とも言えない、まあはい、ジャンボの方がね、体力がありますからね、大きいだけにその長州に与えるダメージは、長州が大技を切ったら危ないと思うんですね。なるほど。あと長州の方はやっぱスピードでね、その後ろへ回ってスパッといくというようなものだと決まると思うんですよね。はい、
さあ長州力も非常に冷静で素振りと体を入れ替えまして下半身への攻撃、長州力が攻めようとしています。鶴田はまあどちらかと言いますと過去の戦歴の中では長期戦のリズムが合っているような感じがあります。対ハーリーレイス戦、それから対 NWA 世界ヘビー級チャンピオンリックフレアー戦、ビル・ロビンソン戦、いずれも60分やりました。ビル・ロビンソン戦は65分の死闘があります。一方の長州力の方の過去のデータを探ってみますと59年の8月23日アントニオ猪木戦29分39秒、57年10月22日、藤波戦20分34秒、長州力の一番長い試合は30分いっておりません、29分39秒が一番長い試合です。こういう比較ができるかと思います。それから馬場さん、やはりこのプロレスの場合、特に今夜の両者の場合は実力白昼の対決になるわけですけれども、どうでしょうか、やはりこの差が出てくるのはキャリアの差ということになりますかね。もうキャリアはね、同じですからね、はい、そのただ、まあ、あのジャンボがねやっぱり外選手、外人選手とですね回数を積んでるという点ではね、はい、あの試合の駆け引きみたいなものにはかけてんじゃないかと思いますがね。あ、両選手は向きになっていきますからね、はい、そこがまた長州のいいところですからね。なるほど。さあ、その向きになっている感じの表情が今ご覧いただけるかと思います。長州力ねちこいグランドでの展開、まあ、キャリアの差、おっとこれでピンフォールの形になりました。しかし返します、首を取りました長州力。まあ、キャリアの面では馬場さん指摘されましたように大試合の経験の多いジャンボ鶴田断然有利、過去 AWA 世界ヘビー級のチャンピオンといたしましてアメリカをサーキットした経験、これはもう何よりも鶴田の実力を証明しています。まあ、そういうデータはありますけどもね、やっぱ日本人同士の、ね、戦いになりますとね、はい、もう技とかなんとかっていうのも本当にもう意地がかかりますからね。意地がかかる、意地のかなんていうかな、張り合いですからもう何とも言いようがないですね。あ、なるほど。 技とかねそういうもんじゃないと思うんですね。なるほど。負けちゃいかんというあの気力ですね、もうそれはもうお互い持ってると思うんですね、はい。さあ、赤い陣内での勝負がずっと続けられております。長州力も攻める、今離れました。さあ、汗が滴れ落ちるジャンボ鶴田、自分のスタンディングポジションを取って飛び道具に行くかどうか、ねちっこいグランドでの展開であります。今離れました。今度は首を取ります、首を取ります、今度は返した、ピンフォールの体勢だ、カウントワンで跳ね返す鶴田。まだまだ序盤戦、一進一退の攻防が続きます。熱が入る大一番、頂上対決、表情を見ましょう。鶴田の表情、そしてヘッドロックを捉えております。長州力の表情だが腕が両方の背中に回っている。バックドロップがあるぞ、バックドロップがあるぞ、体勢はどうか、おっとうまい。鶴田が冷静にエルボーを打ちまして両者離れました。今度は青い陣内での対決になっております。さあ、どちらが主導権、ペースを握っていくのか、まさに天下分け目の決戦であります。まだまだ馬場さん、両者ともに冷静ですね。そうですね、はい、まだもうその今のジャンボを避けようとはしてますけども、もう形だけですからね。そうですね。さあ、フライングメアから首4の字固め、長州が技を仕掛け始めてまいりました。さあ、この辺りで両選手の得意技の比較に今度は行きたいと思いますけれども、今攻めている長州力の方は、これはいいですよ、あのスタミジャンボのスタミナを奪うという点ではね、首入りますからね。あ、なるほど。相手の動きを止める作戦に出てまいりました。長州力の得意技はご存知のように力ラリアット、それからサソリ固め、垂直落下式のバックドロップとあります。一方のジャンボ鶴田は最近よく多用いたしますが、ジャンボラリアット、あるいは世界を取ったバックドロップ、ジャンピングニーパットがありますけれども、馬場さん、一つここは冷静に、現状ではどうなんでしょうか、破壊力、瞬発力で長州の方の技にファンを納得させる、説得させる力があるような感じがしますけども、まだお互いにね、そういう技をかけてもまだまだ受け身が取れるというかね、まだ効かない、相手が体力消耗してないということを分かってますから、やっぱりかけませんよね。あ、そうですね。もちろん今夜の対決、それぞれの得意技を知っております。さあ、今勝負の方は10分を経過いたしました。まだまだ勝負の方は序盤戦、10分を経過したアナウンスが、
大阪城ホールに響き渡ったところでございます。固唾を飲んで見守っております大阪城ホール9500人のお客様であります。今のところまだお互いにやっぱり、技を様子を見合ってるような感じですよね、はい、いつどこでどんな技を先に出すかっていうのがね問題ですね。そうですね、まあ、ねちっこい展開になっておりますけれども、この両者宿命の糸で結ばれた両雄でございます。思えば今から13年前、ジャンボ鶴田も長州力もミュンヘンオリンピック出場後このプロレスの道に入りました。入門当時からやがてはジャンボ鶴田、当時の吉田の時代になるというふうに言われておりました。野田さん、ついに来るべき時が来たというふうに見てよろしいんでしょうかね。そうですね、お互いに、ね、はい、本当によく頑張ってね、はい、ここまで来たと思いますよ。そうですか、はい、さあ鶴田が反撃体勢、足を折っています。相手の下半身、足を狙います。さあインディアンデスロックの体勢でこれでブリッジに持っていけば、相当長州力の両方の足がダメージを受けることになります。今腰をかがめましたが、おっと長州力が一発張り手をかませます。鶴田落ち着いている。また行きました。こういう風についにほっぺたを張られますと、ローさん、やはり鼻の立つもんでしょうね。そうですね、しかし鶴田 はペースに乗らないことですね。ペースに乗ってませんね、ジャンボはね。鶴田本当に今夜は冷静であります。最近の鶴田はこういう風に我慢ができるようになりました。しかしほっぺたの張り合いです。さあ両選手エキサイトしてまいりました。鶴田を奮い立て、長州を牙を向け、そういう対決であります。果たしてリングを支配するのはジャンボ鶴田か長州か、まだ分かりません。本当に予想のつけにくい大一番、60分の一本勝負、しかも完全決着ルールであります。また青い陣内にじりじりじりと追い詰めます長州力。今度は腕を取りました。自分の体勢を作ろうという鶴田、今スタンディングポジションを取った。しかしロープに押されたぞ。この後の反動はどうか。鶴田落ち着いています。さあ綺麗な試合になりそうですが、さあ下から首を頭をがっちりと相手の胸板に打ち付けておりますが、ちょっとした隙、まずニーリフトを突き上げました。鶴田怒りの表情だ。鶴田が怒った。いつどこでこの両者の火花が散りますか。さあまだまだ分かりません。ジャンボ鶴田左の2位を長州力の膵臓のあたりに練り込ませました。しかし今度は下から潜り込んで長州力の攻撃体勢であります。お互いに足の取り合いですね、はい、足の取り合いですね。足を痛めた方が負けるというかな。そういう狙いですか。そういう狙いですね。やはりジャンボ鶴田の華麗なる、そして重々しいドロップキック、これもおそらく長州力が注意してるんでしょう。おっと強引にサソリ固めに入りそうだが、さあ鶴田がどうクリアするか。過去タグマッチでは何度も受けておりますけれども、完全にこれでギブアップしたことがありません。ジャンボ鶴田自信を持っています。スコーピオンデスロックに入ろうとする、これが長州力であります。おっと今度は鶴田の方が足四の字の形になりつつありますね。いやいや、長州がまだ長州ですか。はい、非常に持ってます、はい、そうですか。長州がね、つま先をジャンボの足つま先を押さえてますよ。はい、馬場さんの解説をよくお聞きいただきたいと思います。技の解説です。もう一度馬場さん、ちょっと説明してもらえますか。これ苦しいのどっちなんですか。はい、いや、ジャンボ苦しい、はい、このね、長州がね、つま先を引っ張る、伸ばす、そしてもうジャンボが非常に苦しいんですよね。今ご覧いただいております。ジャンボも今、はい、つま先を取りに行ってるでしょ。取りに行ってますね。白いシューズが長州力、黒いリングシューズがジャンボ鶴田であります。さあ、こういう対戦になりますとどっちが苦しいか。いや、まだ長州が抑えてますか。はい、右のこれです。この足ですね、これが反り返っておりますので非常に苦しいというジャイアント馬場さんのご指摘であります。さあ、ねちっこい攻撃、両選手足への攻撃をの攻撃に目標を定めたようでありますけれども、果たしてダメージを負ったのはどちらか。両者離れました。さあ、鋭い目で相手を睨みつけます。ジャンボ鶴田と長州力、勝負の方は今15分が経過いたしました。再び手四つの体勢であります大阪城ホール頂上対決。
9500人のお客様、ジャンボ鶴田対長州力の一騎打ち、60分の一本勝負、完全決着ルールでありますが、15分を過ぎたあたりで鶴田が攻め始めました。どこに馬場さん山を持ってこようとしてるんですかね、鶴田は。そうですね、まだあの技を警戒、試合でしょう、試合1個ですよね、まだ。あ、そうですか。18番の技はあまりまだ出してませんね。ジャンボはね、左手を攻めてますでしょ、はい、ジャンボのザリアートも長州のザリアートも右手なんですよね、はい、ですからこのお互いに右手を攻め合っていかなきゃならないんだと思うんですがね、僕ならそうしますけどね。あ、そうですか。ただまだそこまでやってないでしょ、お互いに、お互いに足だけを攻めてますからね。なるほど。さあ、しかし両者ともに試合経験は豊富ですので、このいわゆるインサイドワークにも長けている両選手、この後の流れをどういうふうに考えているでしょうか。まだまだ足を攻めております。ジャンボ鶴田、両方の足への攻撃であります。馬場さん、この対決は評論家の間からは11センチの身長の差が勝負を決めるというような話もあったんですけれども、鶴田が11センチ身長を上回ってますね。この点どうなんでしょう。まあ、そうですね、やっぱり同じ力が同じ技だったらやっぱり大きい方は有利ですからね。はは。ただ長州がそこをいかに気力でカバーするかというのが長州の問題だと思うんですね。なるほど。そういう点では長州の気力というものは素晴らしいものはあるんですよね。はい。まあ、川柳源一郎は言っております。この勝負はワンポイント鶴田がリードして、勝敗を分けるのは11センチの身長の差。天竜は冷静にこういうふうに語ってくれました。山口さん、一度の鶴田と一騎打ちをした八津選手の話なんですが、はい、やはりその11センチの高さ、これはどういうんだそうです、はい、技が打つ角度が全然違うんだそうです。今リポートの間にワンアームのスープレックスを見せたのが長州力であります。後頭部をやや打ちましたジャンボ鶴田。ちょっと流れが長州力の方に傾いたような感じがありますが、しかしジャンボ鶴田も歯を食いしばりまして、しっかりと密着プレーに出ました。さあ鶴田が起き上がった、相手を投げた、落とした、落差があります。11センチの身長の差をこの辺りは利用しています。さあ場外に出ました、ジャンボ鶴田と長州力だ。さあ場外に出ております、場外に出ています。再び長州力がリングの中、素早く場外戦は挑みません、場外戦は挑みません。鶴田も今再びリングの中に入ってまいりました。まだまだ一進一退の攻防、もうちょっとした隙も馬場さん、この勝負は許せませんね。そうですね、一進の隙でね、はい、大技を食うとね、もうそのままペースに乗られますからね。そうですね、だからそこのところお互いにもう用心してるんですよね。馬場さん、長州力が上半身攻めてきましたよ。腕殺しに行きましたね。まだ左手ですからね、右手黒いサポーター、ジャンボ鶴田、右肘はもう完全に治りました。動きをご覧いただいてもよくわかると思いますが、右の手を十分に使っています。さあ腕ひしぎ十字固めに取りますのが長州力。あの AWA 世界ヘビー級チャンピオンリック・マーテル戦でもこの技を多用しましたね、馬場さん。そうでしたね、さあ果たして長州力の狙いはどこにあるんでありましょうか。この成績の倉持さん、はい、リングサイドの石川選手の話ですとね、やはり今のところ腹の探り合い、手の探り合いという感じだけども、長引いてきたので鶴田選手が少し有利になったなと言ってましたよ。鶴田側、竹山アナウンサーの今レポートが入ったところであります。さあ相手を担ぎ上げて腕式十字固めを捉えましたけれども、全く気にしません鶴田。さあ今度はエルボースマッシュを打った後に長州力が張り手をかませました。そして右の手を今1回転しました。そろそろラリアットの序曲が始まるのか。さあ両選手離れます。十分に両者得意技は警戒。さあ館内も歓声も2つに割れたようです。鶴田の歓声も聞こえます。鶴田のコールも聞こえます。しかし圧倒的に長州力コールだ。大阪のファンは馬場さん、長州力のファンの方が多いようですね。そうですね、さあ再びグランドでの展開、ジャンボ鶴田の作戦、技の組み立ては果たして何か。まだ放送席は謎が解けません、はっきり分かりません。今勝負の方は20分が経過しました。やっぱ両者ともにもう長期戦を覚悟してますよね、はい、ここまで
馬場さん、20分が経過したところまでの採点を一つお願いしたいと思います。まだもう何とも言えない、五分と五分。まだ五分と五分ですか、うん、はい。勝負はどうやら長引く、もつれる可能性が出てまいりました。こうなるとね、やっぱりジャンボは、あの体重がありますからね、はい、長州が苦しいんですよね。はあはあ、自分の体重を乗せてるだけでやっぱり相手に重みがかかりますからね。なるほど。解説はジャイアント馬場さんでございます。さあ、鶴田も上半身を攻め込んでまいりました。先ほど腕しぎ十字固めを取られました、ジャンボ鶴田、今度は上半身を固めにかかります。鶴田も冷静、相手が上半身を攻めてくるな、俺もというような感じであります。一息入れます、両雄であります。ジャンボ鶴田対東州力、潜り込んだぞ。さあ、ステップオーバーのトーホールドに取った。さあ、また足を攻める、足を攻める。ジャンボ鶴田がこの攻撃方法ですけど、馬場さん、上を攻めたり下を攻めたり、非常にバリエーションを考えてますね。そうですね、まあ、考えてるっていうか考えてないっていうか、はい、やっぱりこれあの腕を攻めたらね、腕だけを攻めに行くというのもね、この列の鉄則でもあるんですよね、はい。さあ、今度はまたまた固め技に持っていきますが、この体勢では右足、軸足を相手の足の間に差し込んでおりますのは鶴田ですね。いや、そうですけど、当初はあの手を、あの足を押さえてますからね、あれがあの入ったらやっぱり4の字かかりますから、まだ4の字固めは未完成であります。再びグランドでの展開であります。ジャンボ鶴田対長州力。ジャンボ鶴田は47年10月プロレスに入門、長州はそれから遅れること1年2ヶ月、48年の12月に入門いたしました。ジャンボ鶴田はこの13年間まさに順風満帆、ま、俗に言われておりますようにプロレスのエリートコースをまっしぐら。一方の長州力、この12年間波乱万丈のレスリング人生、暗黒の時代もありました。しかし今はジャパンプロレスの総帥でございます。ミュンヘンオリンピック以降別々の道を歩いてきた2人でありますけれども、今同じ舞台に並びまして両雄、雌雄を決した戦いを演じているわけです。ジャンボ鶴田、長州力、60分の一本勝負、完全決着ルール、場外では勝負がつきません。長州で、ジャンボの左足を押さえてるんですよね、鶴田としてはこの左足、両方の手を振りほどいてしっかりとフィギュア4をレッグロックに持っていきたいところであります。長州も必死の形相であります。さあ、この後の試合の流れはどういう風になっていくんでありましょうか。まあ、過去の鶴田の勝負を見ておりますと、まあ、鶴田の勝負には、まあ、余力を残しているような何かを隠し持ったまま戦ってきた感じ、もっともっと鶴田には奥の深いものがあるような感じがいたします。一方の長州は常に全力ファイト、目いっぱいのファイト、まあ、全てを出し尽くすファイト、その流れをが今までの展開であります。ジャンボ鶴田、長州力、どこに勝負の山がやってまいりますか。もう本当に両選手死力を尽くしての対決ムードになってまいりました。まだ馬場さんペースを掴んでるの分かりませんね。ね、もう本当にこれね、どっちが攻めてるか分かんないですね。お互いに足を取り合ってますからね、はい、教師もよく研究してますよ、ね、そうですね。でこういうのがね、アマチュアレスリング出身両者2人ともですからね、はい、両者ともそうですから、そのよく分かってるんですよね。そうですね、両者キャリア十分、足を取ったまま離しません。何やら両者試合をしながら絶戦を展開、激しい勝負になってまいりました。鶴田と長州力、一旦はエプロンサイドで両者もつれるかと思いましたが、またリングの中央に引き戻す。さあ、足4の字固めはまだ続いておりますけれども、まだ完璧ではありません。ジャンボ鶴田、左の足をムチのようにしねらせてなんとか持っていきたいところですね。しかし長州力もがっちりと足の足首を取っています。まだ入っておりません。じり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 とロープ際に攻め込んでまいりました。さあ、ここから長州力が一気に持っていくか。おっとおっと、ちょっと右の足を外したぞ。右の足を外した長州力だ。この体勢からサソリへ持っていくのか、ちょっと不可能に近い展開かと思いますが、馬場さん、いけますかね。真ん中に持っていってサソリをかけるとですね、いいですね。わかりました。勝負の方は25分が経過。
さあ再びリングの中央に長州力がジャンボ鶴田を引きずり込んでまいりました。ロープに逃れることはできません。さあもう一回引きずり込んだ、ちょうど真ん中のあたりだ、真ん中のあたりで、さあ呼吸を整え、長州力スコーピオンデスロックの体勢か。さあ十分に足を開いた、さあ静脈が浮かぶ長州力の左の手、一旦汗を拭きました。長州力がサソリ固めに行きそうでありますが、さあ果たしてどういうタイミングで行くか、そしてジャンボ鶴田が冷静にどうクリアするか。大きな山が訪れてまいりましたが、どうだ、スコーピオンデスロックに入りそうだ、スコーピオンデスロックに入るか。まだ左側ステップオーバーしてない、まだ完全であります。あのプロレスの神様カールゴッチ直伝ローリングスピンクラブホールド、スコーピオンデスロックに行きそうだが、まだ完全に入っておりません。高田さん、鶴田がどうクリアするかですね。ジャンボの足をね、はい、長州がよくつま先をこう押してますよね、あれ効いてるんですよ、はいはい、おっとこれだ、スコーピオンデスロック左の足が問題だ。さあ鶴田クリアできるか、クリアできるでありましょうか。この過酷な戦いの中で相手の両脚を立つという、これが長州力の試合の流れでございました。さあジャンボ鶴田の両方の足を立つのか、まだいきません、まだ不十分だ。さすがに鶴田です、簡単には受けさせませんね。もう1回転してちょっと位置を変えます。長州力、この位置を変えるという点はどうなんですか、小川さん。ジャンボは変えたんですね、はい、今下受けている鶴田が変えたんですか、はい、なるほど。さあまた45度の姿勢になりましたが、先ほどはリングの中央で仕掛けられたが、今エプロンサイドに両選手の体が寄っています。これだったら鶴田おそらく逃げられるでしょう。さあこれを逃さないとする長州力、おっと、あ、外れました、外れました、見応え十分。長州力のスコーピオンデスロックは食いません。ジャンボ鶴田です。やっぱりこれがね、大技の後でかかったらジャンボも決まると思うんですがね、まだまだ両者ともにね余裕っていうかな、それがありますね。両者のコンディションがいいんですね。おっと、もうびくともしないという姿勢、ジャンボ鶴田、何がサソリ固めだ、スコーピオンデスロックだ、そういう風に言っているようです。さあ鶴田の反撃、飛ぶぞ、鶴田が飛ぶぞ、ジャンピングニーパッド、顎の先端を砕く鶴田、そしてさあ大技を打つ、ボディースラム踏んづける、そしておっと足4の字、もう一回足を殺しに行きますが、まだ入ってません。足を掴んでますね、あれがね、長州の足に絡んでね、しっかり下がらなきゃいけないんですが、長州に抑えられてました。しかし鶴田得意技の一発、ジャンピングニーパッドは顎にヒットさせました。あのダメージというのは馬場さんどう見てますか、長州力のちょっと表情を見てください。ジャンピング2です。いや、それは聞きましたけどね、はい、まだ一発や二発で前の長州じゃないですからね。ああ、そうですか。ということはやはり連打が勝負の決め手になりますかね、馬場さん。そう思いますがね、今足4の字はこれは完璧に入ったぞ、ね、フィギュア4レッグドッグだ。さあ鶴田に勝利のチャンスが出てまいりました。リングの上でギブアップを取ればジャンボ鶴田の勝ちです。足4の字固め、長州力、さあフィギュア4レッグロッグを受けておりますけれども、今度は長州力がどうクリアしていくか、見どころであります、見どころであります。大阪城ホール9500人、総立ち大声援、大声援、鶴田がフィギュア4レッグロッグ、これでもか、これでもか、足4の字固めを締め付ける、完璧に馬場さん入ってますね。入ってます、はい。さらにダメージを強くするためにはどうしたらいいでしょうか。いや、これ今のジャンボがね、ああいうふうに長州みたいに起き上がったり、また倒れて引っ張らなきゃ、足をね、膝で自分の足を引っ張るように、はい、さあ鶴田、足4の字固め、左足に力を入れてね、完璧に入っているフィギュア4レッグドッグ。さあペースを取るのがジャンボ鶴田か、それとも長州力がこの後また逆転のパターンがあるのかどうか。やっぱり長州はそのジャンボの足を引っ張ってますからね。足を引っ張ってますね、これジャンボは曲げなきゃいけないんですよ、はいはい、おっと今度は苦しいのはどちらか。勝負は今30分が経過いたしました。
足4文字地獄、最初に引っ掛けたのはジャンボ鶴田。勝負は30分を過ぎています。長州力、さあ反対の体勢になった、どうだ、苦しいぞ。長州力も必死だ、鶴田も苦しい表情を見せている。馬場さん、今の体勢どっちが有利ですか？そうですね、今はねジャンボのすねが痛いはずですよ。ああそうですか、仕掛けた鶴田のすねにダメージがあるという。さあ今度はまた反対、足4の字合戦。本調子のすねが痛くなりますしね、大変な勝負になってまいりました。技の展開、勝負の展開、この綾は足4文字固めでした。鶴田が仕掛けています。悲鳴が放送席の方にも飛び込んでまいります。長州力だ、あっと苦しい表情だ。長州力かなりダメージを受けています。さあ苦しい表情だ。長州、このセコンド陣ですけども、青コーナー長州側、もう目が本当に血走っています。必死の様子です。はい、そしてそちらのコーナーからは若林さん、長州力の苦悶の表情が見られると思いますが、どうですか？かなりやっぱり苦しそうな汗ですね、苦しげな汗が下から落ちています。苦しそうな表情です。足4の字固めが続きます。さあ大変な一戦だ、ジャンボ鶴田対長州力、頂上対決、60分の一本勝負、団体のメンツもかかっている、男の意地もかかっている、意地の突っ張り合い、鶴田も頑張る。足4の字固め、さあちょっと微妙な展開でありますが、今度は長州力もおっと力を入れた。少しずつ足の位置が馬場さん変わってきてますね。もう取れましたね、取れましたね。左の足はまっすぐに伸びています。鶴田であります。そしてこの鶴田の左の足をしっかりと抱えようとする長州力、すでに勝負の方は30分が経過しています。さあ両選手もつれました、両選手がもつれました。エプロンサイド、鶴田と長州力、足4の字固めから今度はどういう流れになっていくか、ペースを掴んでいるのは鶴田なのか長州力なのか、まだ分かりません。さあ鶴田が立った、おっと初めて場外戦、追い詰めた長州力を、追い詰めた長州力は未知の世界だ。あと30分以上勝負をしたことがない。鶴田は65分の死闘をやってのけています。さあ押しまくる、鶴田は場外で押しまくる。30分経過した後の長州力のファイトをぜひ見たいと思います。まだ未経験の馬場さん、時間なんですよね、長州力は。そうですね、でもね、まだ長州の得意な技は何も出してませんからね、もう長州も十分余裕あるでしょう。そうですか。さあ青い陣内の下、再び長州力がリングの中に這い上がってまいりますが、ちょっと苦しい疲れた表情は長州力にあるような気がいたします。さあ疲れたんじゃなくても、やっぱりもう膝に今すねに足にね随分ダメージを受けてるんですよね。おっとやはりジャンボ鶴田が足を攻めてまいりますが、今度は2クラッシャーか、長州力の2クラッシャーに行きました。驚きました、長州力のスタミナ。30分以上の試合は今夜が初めて。さあスコーピオンデスロック、さあ行きます、サソリ固め、サソリ固め、まだしかし左の足が余っていますので完璧ではありません。館内超満員、ジャンボ鶴田と長州力、さあまたクリアできるかどうか。スコーピオンデスロック完全には入っておりません。そうですね、馬場さん。そうですね、一旦長州力としては、ね、足首を押さえてますからね、押してますからね、効いてますよこれは。そうですか。さあもう一回体をまたいで完璧なスコーピオンデスロックになるわけですけれども、さあ行きそうだ、サソリ固めの流れに入りそうだ。さあ長州力ちょっと時間を取っているような感じがありますね、馬場さん。そうですね、またげないんですか、どうなんですか。いや、またがさないんですよ、またがさないんですね、鶴田がね。鶴田も必死の形相であります。さあ左の足、左の足に入りました、スコーピオンデスロック、これで入ったでしょう、馬場さん。どうですか。そうですね、これで長州が後ろへもっと反るとね、体を反らすといいんですがね。なるほど、ちょっと今度自分の体を反らすと自分 のバランスが取れなくなるんですよね、さあ長州力のサソリ固めが入ってまいりました。このサソリ固めによりまして、あらゆるエネルギーは吸い取られてしまいます。毒の周りは早いぞ。このままリングの荒野に埋もれるか鶴田、しかしブリッジ、いや腕立てで防ぎます。勝負の方は今35分が
経過したところであります。まさに熱闘死闘の鶴田対長州力の一騎打ち、35分が経過したところ、サソリ固めを受けておりますが、腕立てで返す、腕立てで返す、これでは効きません。もう一回お尻が下がった、入るぞ、腰を落とした、長州力だ。スコーピオンデスロック、サソリ固め、他の選手に出せない迫力、そして味があります。長州力、ああ今離れました。これはどうして離したんでしょう、馬場さん。再びどうだ、ここで力ラリアット、すごい勢いで長州力の力ラリアットがジャンボ鶴田に戻り当たりました。さあ両者相打ちか。さあジャンボ鶴田も、ジャンボ鶴田も場外だ。今鶴田は完全に受けましたか、それとも鶴田も出しましたか。いや両方ね、よく喉に入りましたよ。あクロスしてるんですね、はい、ラリアット合戦、ラリアット合戦、まだ一進一退だ。鶴田は外に出た。さあ鶴田の表情はあまりダメージを受けておりません、明るい表情をしています。さあこの後もう一回場外に落っこした、場外に落っこした、力ラリアットのダメージを受けたのか鶴田。しかしじゃ天竜、いや長州力の方はリングの上で仁王立ち。今天竜の姿がちらっと見られました。声をジャンボ鶴田にかけています。鶴田の表情はどうでしょうか。あラリアット合戦は相打ち、もう一回リングの中に引きずり込んでまいりました。今度はバックドロップ合戦か。体をねじる鶴田、両足スタンスを広げました。そしてコブラツイストに行きます、コブラツイストに行きます。ラリアット合戦、馬場さんどうご覧になりました。そうですね、これは相打ちですね、今のは、勢いをつけて打っていったのは力ラリアットの方でしたけれども、うまくそれをカウンターで捉えましたね。ジャンボがよく避けたっていうか、手を出したっていうかね、はい、まさに動物的な感でしょうね。ということはラリアット合戦はまだ1対1というふうに見ていいかと思います。倉橋さんね、リングサイドにおりまして、ちょうど鶴田選手がラリアット振って下に落ちたんですがね、はい、1回2回首を振りましてね、そしてもうすぐ意識が回復しましたね、はい、ですから割合ダメージがなかったですね。表情を見てダメージはないないですね。あそうですか。さあ再びリングの中での勝負であります。さあまさにもうどっちが勝つのか、千秋肉踊る、そういうような対決になってまいりました。長州力がとうとう力ラリアットを打ちました。ジャンボ鶴田はしかしまだまだ世界を取った豪快なバックドロップがあります。それから長州力の方も、垂直落下式のバックドロップがありますよね。そうですね、お互いにね、いろんな技を持ってますからね、はい、そういう意味でこうやって足を取ってその技を防いでいるんでしょうね。さあ両選手互いにも自分の持ち味を十分に出し尽くしております。ジャンボ鶴田、長州力、まだまだしかし数々の得意技を温存している両者。馬場さん、ここまでペース争いはどうなんですかね。いや全く互角ですね。全く互角ですか、はい、おっとまた意地の張り合いが始まった。男の意地だ、ほっぺたに張ります。今度はバックドロップ、鶴田が打ったバックドロップ、これはダメージがありそうだ。先に鶴田が打ちました。世界を取ったバックドロップの方が上か。長州力ダメージを受けている。さあ鶴田どうだ。この後の連打が欲しい。長州力が伸びている。鶴田が立ち上がりました。自信満々、もう一回相手を立たせますか。バックドロップを打ったのは鶴田が先。さあ今度は何だ、ラリアットだ。ジャンボラリアット、当たり具合どうですか、馬場さん。そのまま手をつで押さえ込んだ。当たってますね。ですからここで一気に攻め込みに行かなきゃいけないんですね。さあこの後の連打だ。まずストンピング、相手を起こしますか。ガンガン攻める。鶴田が完全燃焼、エンジンがかかってまいりました。もう一回ストンピング。さあ連打が欲しい。バックドロップの5連発、ジャンピングニーパットの10連発、これが欲しいジャンボ鶴田。今耐えておりますのは長州力だが、また起き上がった。さあ打ちまくる鶴田。さあ今度は垂直落下し、バックドロップ、長州力猛反撃だ。力のバックドロップ、後頭部がキャンバスに埋まります。さあ長州力の表情、鶴田の表情苦悶。そのまま、おっとまるで無勇病者のように覆いかぶさってカウントが入ったぞ。エプロンまで握りました鶴田。倉本さん、役者がリングサイドにいますので、
にちょっとキャリアがあると言いたいんですよね。受けながらもロープの外のロープの近くに逃げていくということがね、はい、鶴田のインサイドワークのうまさでしょうかね。さあジャンボ鶴田が外に出ています。勝負の方は40分が経過いたしました。さあコーナーからどうぞ。倉持さん、放送席の横に、天竜選手がおりますので、はい、過去1勝1敗長州選手と戦っておりますが、天竜さんどう見ます？この試合素晴らしい試合でしたけど、ここからはこれ正念場だと思いますね。今あのラリアット、それからバックドロップ打ち合いましたけども、どっちにダメージがあったと思いますか？僕はやっぱり鶴田選手の方がやっぱ余裕を持って攻めてるのは思いますけどね。その余裕が裏目に出なきゃいいと思いますけど、天竜選手の、まあ、30分以降経過した時のその動きとですね、それから長州の今の動きですね、これどう見ますか？やっぱり鶴田選手の余裕があるように見えますけど、分かんないですよね、こればかりやってる人当人でないとね。ただ現在までどっちが一言言って優位でしょうか？いや難しいですね、それは。こういったのが天竜選手です。はい、鶴田川コーナーから竹山アナウンサーのリポートが入りました。天竜もリングサイドに陣取りまして、じっくりとこの勝負を見ております。これが天竜選手であります。この大阪城ホールでは、長州力と、対決いたしましてリングアウト負けを喫しました天竜。倉持さん、長州サイドです。安選手がリングサイドにおります。安さん、鶴田とは一騎打ちをした間柄ですけれども、今日の戦いぶりどうでしょう？全日本プロレスとジャパンプロレスの優ですからね、なかなか対照同士から、まあ、こうなると思ってましたけどね、40分過ぎてもお互いに決着つかないですからね、まあ、最後にやっぱり長州さんは信じてますけどね、こういう試合やっぱり見てますとね、自分自身もやっぱり格闘家としてね、リングに上がってもう一度鶴さんとチャンスがあったらやりたいと思いますね。安さんの声でした。長州側から若林アナウンサーのレポートです。さあ勝負の方です。再び両選手に激しい動きが出てまいりました。エルボーのカウンター砲を打ちます長州力。さあ髪の毛を逆立てて、さあ長州力が反逆の体勢だ。もう一回キャンバスに寝かせてタップロープに上がる。鶴田が間に合った、鶴田が間に合いそうだ。さあおっと鶴田のさあセカンドロープに足をかけるか、ああかけた、セカンドロープにかけた。何を持っていくのか、これが新兵器か。初めて見せると鶴田が見せるぞ、鶴田が見せる、鶴田が見せる。なんだグレンバスターの体勢で取っておりますが、さあどうだ、流れのように落とした。空中グレンバスター、鶴田必殺の技でしょう。馬場さん驚きましたね、今の技は。そうですね、これで起き上がってもう一つね、はい、カウント2まで入りました。さあジャンボ鶴田、ここはもう一気火災に攻めたい。もう一回ロープに乗り投げた、それは鶴田、いや鶴田、いや長州が、長州がカウンターのエビ、回転エビ固め、ローリングクラッチで反撃。連打が出ませんね、馬場さん。そうですね、相手も去るものですね、さあ今度はスリーパーホールド。この形、体がずっと下がっていきます。これはね、長州を座らしちゃいけないんです。ジャンボは立たなきゃいけないんですよね、はいはい、立って初めて、効き目が出てくるというジャイアント馬場さんのお話。スリーパーホールド、再び、長州が知ってますからね、やっぱりしゃがんでいっちゃうんですよね、そうですね、もう自らずっと自分から下がったような感じでしたね。さあ再びリング上でございます。大きな山が2つありました。ジャンボ鶴田対長州力、ラリアットの相打ち、それからバックドロップ合戦、この次の山はどこに訪れてくるんでありましょうか。全く予断を許さなくなってまいりました。ジャンボ鶴田対長州力の一戦であります。さあハンマーロックに取ります、普段見せなかったものを今出しましたよね、はい、ですから長州が何か出すか、そんなところがちょっと興味がありますね。もう一つ隠し技を出すかどうか、長州力ですね。お互いにね、何でもできる選手ですからね、空中ブレンバスターという、これはもうもちろん初めて見せたジャンボ鶴田のしぶき、しかしこれも聞いてはいますけれどもクリアいたしました。さあ長州力がグランドでの展開でちょっと相手の背中を丸めに行きます。さあ弓矢固め、まさかと思うんですけれども鶴田の体は持ち上がらないでしょう。おっとおっと畳み込みますね。馬場さん、これ何を狙ってるんですか？それはやっぱこれね、止めるクラッチの姿勢に取りましたね、はい、そうですね、相手の息の目を止めます長州力。まだ冷静ジャンボ鶴田、
大きな目を見開きました。勝負の方は45分が経過してまいりました。馬場さん、あっという間に45分が経過しました。そうですね、まだ分かりませんね。さあ勝負はあと15分であります。さあ果たしてどちらが勝つのか、鶴高長州力か、天下若手の対戦、衆を決する一戦です。河津掛け、まず落とし、河津落とし、鶴田相手の後頭部をつきました。もう一回覆いかぶさる、どうだ。長州力も返します。馬場さん、30分過ぎからの長州力のファイトどう見てますか？そうですね、ラリアートがね、もう一発引かなきゃ2発3発と出したらいいんじゃないかと思いますがね、はい、力ラリアットの連打、これが欲しいという馬場さんの解説。何しろ長州力は過去30分以上勝負がしたことないんです。それだけにこういうふうにもつれてまいりますと、ジャンボ鶴田やや有利かと思いますが、しかしスタミナ十分の長州力、まだ動きは本当に鈍ってませんからね。鈍ってませんね。これが長州力、ジャンボ鶴田が押しまくっておりまして、今コーナーに追い詰めました。本当にいい勝負です。ジャンボ鶴田対長州力、まだ分かりません。さあ勝負を分けるのはどういう一瞬でしょうか。さあ鶴田はジャンボラリアットを2発打ちました。1発は相打ち、1つは相手のダメージを捉えています。さあ長州力、今度はスタンディングポジションを取りまして、今度は鶴田の左の腕、手の先を取りました。そして今度はまたグラウンドでの展開に行きそうだ。相手を寝かせます、長州力。日本のプロレス界をキャリア12年目で揺さぶった男、のぶし的な存在であります、この長州力。35歳山口県の出身、専修大学レスリング全日本選手権をもちろん取りました。ジャンボ鶴田と同様、ミュンヘンオリンピック出場後プロの道へ入りました。反逆精神でファイトと同じように血みどろになりながら自分の道を切り開いた男、それが長州力。一方のジャンボ鶴田、常に目標は世界のベルト、日本人でただ一人過去全 AWA 世界ヘビー級チャンピオンとして君臨、常に全日本プロレスのトップの座を欲しいままにしているジャンボ鶴田、34歳山梨県の出身。さあ鶴田と長州力、再び足4の字固めだ。相当時間が経過してからの足4の字固め、この鶴田の馬場さん狙いは何でしょうね。そうですね、やっぱ上上体上半身じゃ決まらないから、やっぱり足を決めに行くという作戦でしょうね。はい、あくまでも相手のダメージを誘います。ジャンボ鶴田のフィギュア4レッグロッグ、これを受けまいとする長州力。さっきからこれ 2,3 回やってますけどね、やってますね。この後に大技を2人とも出してるんですよね、はい、ですからもうこれで決まらなきゃ、この外れた後で期待 したいと思いますよね。なるほどね、要はシャノンですよ。なるほどなるほど。さあ鶴田、この後の狙いは果たして何を考えているんでしょうか。鶴田の狙いは大技の連発でしょうか、それとも敵の切り札を返すというこういう技を狙っているんでしょうか。相手の裏をかく、いよいよ残り時間、頭のレスリングになってきたような感じがあります。ジャンボ鶴田対長州力。さあまだしつこく足4の字固めが、両選手ダメージを負いながらもしつこくしつこく攻めます。ジャンボ鶴田、長州力がこれに耐えます。常にね、長州はジャンボの左足を押さえてるんですよね、はい、馬場さん、これまでのファンのイメージとしては攻撃型の長州、はい、受け身の鶴田というふうに言われておりましたけれども、今日は逆の展開ですね。本当によく守ってますよ ね、はい、長州力、今日は守りのレスリングというような感じがあります。一方攻めて攻めて攻め込んでおりますのはジャンボ鶴田。ファンのイメージもこの一戦を皮切りにちょっと見方が変わってくるんではないでしょうか。ジャンボ鶴田が今日は攻撃のレスリング、長州力また耐えます、また耐えます、長州力であります。まあ、未知の世界で今勝負をしております長州力。30分以上の試合は過去はありません。しかし我々が感じていたほどダメージは受けていないようです。さすがに一流のレスラー、馬場さん違いますね。そうですね、もうでもね、もう今頃の時間になりましたね、はい、やっぱり自分のやろうと思う技がね、2つ、その僕ら今続けてやりなさいと言いますけどもね、体がもう続かないんですよね。そうですよね、馬場さんもフルタイム戦ったことは過去何戦もありますけれども、こういうふうに時間が長時間経過していく場合には
馬場さん、何でしょうか、この本能的な技が出ていくんですか、それともここでまた考えるんですか。いや、もう考えないです。考えないですか。もう考える余裕ないですね。さあ、勝負の方は50分が経過。もうここまで来たらね、あともうあの技で取るというのは無理だとしたらですね、やっぱり何とか自勝負をつける、外で放り出しても勝つという方法でいかなきゃダメですね。勝負がつかないですよね。ああ、そうですか。いよいよ残り10分の勝負になってまいりました。60分の一本勝負、完全決着ルール、はい、今エーゲン選手会長からあと10分しかないという大きな声が飛びました。はい、エーゲンさん、あと10分、長州はどうしましょう。もう攻撃しかないですね。攻撃のみ。そうするともう早くこの体勢を解いてということですね。足を解いてもう座るだけです。もう行けというゴーサインが出ました。長州力の知恵袋、永遠早田選手の話でございました。今はどうですか、攻める試合以外にないんだという。あとはもう攻めるしかないです、これは。そうですね。さあ、足4文字がもう両選手、これはどっちにダメージがあるのか、ちょっと放送席からは判断がつかれます。もう激しい闘志、その戦いになってまいりました。ジャンボ鶴田対長州力、表情を見ておりますと鶴田にややここで余裕というのもおかしいですけれども、ややそういう感じがあります。立ちました、鶴田が先に立ちました。さあ、最後の対決に臨みます。さあ、長州力が動き出した。力ラリアット、力ラリアット、ここでは当たります。鶴田頭から倒れた。そして後頭部も打っている。頭を振る鶴田。さあ、ここで一気呵成に攻め込んでいくか、攻め込んでいくか、苦しいぞ。鶴田がエプロンだ、エプロンで悶絶状態。さあ、長州力が髪の毛を掴んだ。もう一回引きずり込んできた、引きずり込んでまいりました。鶴田ちょっと目がうつろです。力ラリアット効いている。もう一回ロープに押した。毎回行くか、これは空を切った、空を切った。ジャンピングニーパット、これは当たった。カウンターになりました。ジャンピングニーパット、鶴田、今度は長州力、足から落ちました。さあ、鶴田が連続攻撃を仕掛け、そうだ、なんだ、相手を飛ばした。ジャンピングニーの連続攻撃、2つ当たりました。もう行かなきゃダメです。もっと行かなきゃいけませんか。休んじゃダメです。もう一回、おっと、3連発。ジャンピングニーパットの3連発だ。さあ、効いたぞ。抑えたぞ。鶴田が。放送席。どうぞ。激しい攻防ですが、天竜さんどうですか。今もうかなり鶴田が押し込んでますから。しかしさ、こうしようですよ。いい試合です。このまま引き分けいかなきゃ、もしかしたらそういう感じですか。いや、なんか一瞬間に決まる気がしますけどね。どっちかは分かんないけど。再び大技の連打、ジャンボ鶴田がロープ越しのブレンバスターを打ちまくります。これも効いている。鶴田、ここに来て馬場さん有利になってきましたね。チャンスですね、チャンスですね。さあ、また垂直落下し、バックドロップ。さあ、一気に畳みかけるか。ここで長州が今度畳みかけていかなきゃいけないんですよね。はい、ちょっと間を取ります。長州も疲れてるか。やっぱり50分ももう経過してますからね。さあ、右腕をブンブン振ります。さあ、反対の角度から力ラリアットだ。すごい力ラリアットが飛んでいきました。さあ、鶴田立ち上がれるか。鶴田を振るい立て、さらに牙を抜け、長州抑えた右足、注目。サードロープに乗りました。まだ勝負つきません。さあ、この後ジャンボ鶴田の決められた底なしの潜在能力が一気に爆発するか。またサソリ固めに行きます。さあ、長州のサソリ固めだ。さあ、どうか。まだしかししっかりと体40度で防ぎます。左の足はステップオーバーしておりません。さあ、ここは頑張りどころだ。絶対に馬場さん、これを左の足をまたましていきませんね。そうですね。やっと今入りました。再び長州力のスコーピオンレスロックであります。さあ、鶴田時間は頭の中に十分に入っているものと思います。でもまだジャンボはロープの近くに寝てますからね、はい、十分に距離を取ってますね、位置を取ってますね。そういう意識がおそらく鶴田にはあるんでしょう。スコーピオンデスロックを切って、さあ、腕立てで返すぞ。さあ、この体勢ではサソリ固め、必殺のサソリ固め、地獄へ誘っておりますけれども、鶴田の表情を見てますとそれほど効いてると思いません。もう一回鶴田を振るい立て、なんとかクリアしそうだ。さあ、長州がさらに腰を落として
がっちりと決めた、がっちりと決めた、スコーピオンデスロック、サソリだ、サソリだ、まだしかし今空間がありますが返した、スルタの脚力ご覧ください、さすがですね、馬場さん、さすがですね、勝負は55分が経過、ここで円錐を切った、勝負はあと5分だ、5分だ、5分で勝負がつくか、天下分け目の一戦、ジャンボ鶴田対長州力、さあ今度は腰を落とす、腰を落とす、ボストンクラブ、ボストンクラブ、この体勢と先ほどのスコーピオンデスロックの比較ですけれども、どっちが効いてますか、馬場さん。いやさっきの方が効いてますね、まだジャンボの背中についてませんからね、はい、ジャンボの尻がね、はははは、さあまだ空間があります、長州力もしっかりと腕立て背で、腕立てで返そうというところ、まだ完璧には効いておりません、このスタミナは大したもんですね、両者とも、まあ、全くそうですね、さすがに日本プロレス内、プロレス界を背負って立つ第一人者同士の対決、まさに素晴らしいスタミナであります、もうスタミナが戦ですが、ちょっと待ってください、こういう切り返し技が怖い、切り返し技は怖いぞ、十分に注意、残り時間が馬場さん少なくなってまいりました、鶴田側に立ちますとどういう注意が必要ですか。いやもう何も考えずにもう攻めるだけですよ、上州側もそうですかね、両者ともにそうですね、なるほど、もう目いっぱい目いっぱい攻めろ、ジャイアント馬場さんからの指摘であります、円髄を何発も切りますが当たり具合はどうでしょうか、さあ長州の表情が、おっとおっとおっと、効いてます、効いてます、今のは入りましたね、円髄に命中、円髄に命中、抑え込んだ、抑え込んだ、これでダメなら次ですよね、そうです、もう一回抑え込みます、いずれもカウント2で跳ね返す、カウント未完成だ、さあ残り時間はもう3分、長州力が円髄を切りました、目には目をといったところでしょう、また行く、円髄だ、敵の切り札をやはり取りました、非常にドラマチックな展開になっています、相手の裏をかく、裏をかく、頭のレスリング、さあ勝負時間はあと3分、勝負時間はあと3分、長州力を抑え込む、鶴田返す、鶴田返す、まだまだ分かりません、まだまだ分かりません、60分の一本勝負、どうやらリングの中で勝負がつきそうでありますが、さあさあ、おっとおっと、頭を突っ込んでいるが、入るドライバー、脳天不意打ち、鶴田もう一回抑え込むか、ここはあっと、うまく外した、うまく外した、勝ったか、鶴田勝ったか、よく見ています、右足を伸ばそうとしましたが鶴田完全に固めました、しかし長州力も再び立ち上がる、ものすごいスタミナ、スタミナ合戦、再び足4の字、ここでの馬場さん足4の字は、いやまだじゃあの足がね長州に抑えられましたよね、もう何度も何度も足4の字固めを見せるジャンボ鶴田、しかしなかなか入りません、長州力もしっかりディフェンスしています、これが長州力だ、これが長州力だ、さあ勝負の方はあと2分、勝負はあと2分、58分経過した、まさに両選手の死闘であります、さあ勝負がつくかどうか、まだまだ分かりません、一瞬のうちにピンフォールの体勢、両者実力があるだけに持っていくことができます、さあ勝負はどうか、足4の字固めであります、この展開が非常に多い今夜の天下分け目の対決、攻撃を仕掛ける鶴田、しかし絶対に足4の字固めをパーフェクトに、受けません、長州力、両選手離れました、さあ再び鶴田が動き出した、カウンターのエルボックを切った、なんだジャンボラリアットが当たった、今度はジャンボラリアット当たりました、リキラリアットはどうか、リキラリアットも当たっている、またクロスしました、またクロスしました、リキラリアットとジャンボラリアット相打ち、しかし今のジャンボラリアットの方がパワーの方が上回ってる感じがする、ジャンボラリアットが上か、また勝負の方はあと1分が告げられた、ラリアット合戦はクロスしておりますけれども、さあダブルアームスープレックスだぞ、さあ得意の人間風車決まった、ちょっと横になりました、ダブルアームスープレックス、さあ抑え込んだ、鶴田の勝利か、鶴田か、鶴田か、おっとおっと、長州力足を伸ばしてます、長州力サードロープです、いよいよあと1分を切りました、おっとジャーマン、ジャーマンスープレックスホールド、長州、長州のジャーマンスープレックス起死回生、しかし両者離れた、あと勝負は30秒、さあどうなるのか、30秒で決着がつく
くのかどうか。残りあと20秒、残りあと20秒、両者必死、立ち上がった、立ち上がった、張り手、打ち合う、殴り合う、さあ男の意地が爆発、あと10秒、さあさあ最後だ最後だ、さあどうだ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 、これでざっといったぞいったぞ、ボストンクラブが最後の決め手になりそうだ、あと3秒だ、さあ今ゴング、今ゴング、タイムアウト、60分時間切れです、60分時間切れ、フルタイム戦いました陵侑。結果は言うまでもありません、60分目いっぱい戦って時間切れの引き分け。これがジャンボ鶴田、いかがでしたか。そうですね、行き詰まる試合でした ね、 ね、まあ、でもまだ本当に2人でも両者ともにまだスタミナありますね、はい、あ両選手が両者ともに先に、あ両者一緒に握手を求めました。やはりスポーツマンです、やはりスポーツマンです。友情を交わします、ジャンボ鶴田と長州力、プロレス界注目の頂上対決、鶴田対長州戦が今終わりました。大物同士の対決、まさにプロレス絵巻を思わせる中身の濃い近年にない名勝負でした。果たして次なる対決はいつどこで行われるんでありましょうか。鶴田対長州戦第2ラウンド、早くも心が動きます。いい勝負でした。解説の方はジャイアント馬場さんでございました。頂上対決鶴田対長州戦、時間切れの引き分けに終わっています。満員の大阪城ホールからお別れします。さようなら。